どうもこんにちは、こんばんは、ユーニーです。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は僕が購入したワイヤレスマウスの紹介をしていきたいと思います。仕事している方ですとか、あとまあリモートワーク含めてパソコンの作業でマウスはまあ必需品のものだと思います。でこのマウスの良し悪しで腕の疲れ具合が変わると言われています。で実際僕はですね、職業柄パソコンで仕事することも多いですし、まあこういった YouTube の編集でマウスを使うこともあったんですけれども、マウスで腕が疲れて腱鞘炎の一歩手前になったりとかですね、あと肩こりがかなり重度のところまで行って、まあ、頭痛ですとか肩が上がらなくなったりとか、そういう症状が出たということがありました。でこれをですね、なんとかしたいなと思って、まあ、いろんな方の YouTube を見させていただいたりですとか、ネットで調べたところ、一つおすすめのマウスが見つかりましたので、それを購入して今回約1ヶ月弱使ってみたので、その感想を含めてですね、今回のマウスを紹介したいと思います。今回の動画で紹介するワイヤレスマウスはいわゆるトラックボールのマウスになるんですけれども、初めてトラックボールマウスを試したい方、またパソコンの作業で腱鞘炎とか、あと肩こりっていうものを少しでも改善したい方、そして動画編集や仕事の作業効率っていうものを上げたい方、これに該当する方にはですね、かなりおすすめの商品になっておりますので、ぜひ最後まで見てみてください。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回紹介するのはこちらのワイヤレスマウスです。もうマウスとかキーボードでは定番のロジクールさんの商品になります。で品番号は、エルゴというものかな、エルゴの M575S の商品です。これよりもう一つ上のランクの商品もあると思うんですけれども、僕は一つですね下のランクの商品を今回購入しました。で早速開けてみると現物はこういうものになります。はい、ここがトラックボールですね。これを動かしてマウスを操作するものがトラックボールマウスというものになります。今回このワイヤレスマウスということで、接続に関してはロジクール独自の USB を使ったりですとか、あと Bluetooth に対応しています。で対応機種に関して Windows、Mac、iPad に対応してますので、ほとんど何でも使えるっていうものになります。一つだけ良くなかった点を先に言っておきますと、充電式ではなくて電池式のワイヤレスマウスになります。ただそれでも電池寿命は最大24ヶ月ということで、まあこれ電池とかあと使い方にもよるとは思うんですけれども、かなりエコな商品だなと思っています。さっき言った上位互換のもう一つ高いものですね、 MX エルゴという商品がありますが、これは値段がこれとですね倍ほど違ってくるので、どちらを買うかっていうのはその人にもよってくるとは思うんですけれども、これよりですね充電式で、しかもいろんなボタンもついててですね、パソコン2台をこれ一つで管理できたりとか、いろんなね機能がついているので、そちらの方がいいとは思うんですけれども、ただ僕はトラックボールを使うのが初めてだったので、まあ、ちょっと少し高い商品よりかはこういった安い商品から始めていって慣れてきて、よかったら新しいものを使うとかの方がいいかなと思ったので、今回この M575S を購入するようにしました。でこのですねトラックボール、これ自体は慣れるまでは少しですね違和感というか難しさっていうのはやっぱりあります。ただ僕自身は1日使っていればですね、もう慣れまして、今ではもうトラックボールマウスでないと逆に違和感があるような形になります。で重さもですねそこまで重くなく 159g ぐらいのものになってます。でこれ裏側はですね、もちろんマウスを動かすわけではないので、これ自体大きいんですけれども、もう一つどっしり置いてですね、こちらで操作をしていくというような形になります。で実際こういう形で使っていますけれども、親指の感覚でマウスが動きます。で腕を動かして使うマウスと、やっぱりこの親指を使って使うこのトラックボールのマウスによってですね、全然この腕の疲れ具合っていうのが変わってきます。意外とですね、腕を動かしてこういうふうにマウスを動かす作業っていうのは、気づかないうちに疲れがたまる原因になるみたいなので、肩こりとかしてる人は腕から来てるっていう方が多いっていうのはよく聞きます。こういうロジクールの専用のアプリっていうのをダウンロードすると、マウスの感度ですとか、左クリックの隣にある2つのボタンがあるんですけれども、ここですね、この2つのボタン、あと真ん中のボタン、ここにいろんなコマンド、ボタンの割り振りをすることができます。僕の場合は、普段使うときはコピーと切り取りと貼り付け、
これをそれぞれ割り振っています。いわゆるコントロール C、コントロール V、コントロール X ですね、これを割り振っています。でさらにいいところはアプリによって、このマウスの機能を使い分けることができるので、通常時使うときは僕は先ほどの機能を割り振って、例えば編集をするとき僕はフィモーラを使っているんですけれども、フィモーラの例えば動画の切り取りですとか貼り付け、そういったものをですね全て、割り振ることができるというような形になります。実際この、ボタンの割り振りっていうものを使い始めてからは、動画編集もそうですし仕事の作業効率っていうのも格段に上がりました。正直僕の中では 20-30% ぐらい下手したら上がったんじゃないかなと思うぐらい早くなりました。今まで僕が使っていたマウスがこちらなんですけれども、僕が使っているパソコンが、サーフェスなんですね。そのサーフェスの純正のマウスを使っていました。これは非常に収納性に対しては優れていまして、今こういうですね真っ平らな状態なんですけれども、これをパキッと折るとこの状態で起動して Bluetooth が自動的に電源が入るような仕様になっています。で元に戻すと電源が切れるというような形で、かなり薄いですし持ち運びにはいい、マウスだったんですけれども、やっぱり薄いだけあってですね、操作性とかあとクリックした感覚っていうのがちょっとですね使いづらいなっていうこともあって、あんまりですね頻繁に使うことはこれ実はなかったんですね。細かい作業の時はパソコンのトラックパッドを使うことがどうしても多かったので、今後これをちょっとどこまで使っていくかっていうところにもなるんですが、出張の時とかは本来はこっちの方がですねかさばることがないのでいいのかなと思ってます。ただ今回ちょっともうどうしてもこちらのトラックボールの方に慣れてしまっているっていうこともありますので、これをですねちょっと持ち運ぶ際に壊したくないということで、こちらのですね専用ケースも買ってしまいました。でこの専用ケースもこういった形でもうしっかりとした構造になってますので、このマウスがぴったりとはまる構造になってます。でこのまま閉じてチャックをすると、ですごくね頑丈な素材構造でできてますので、持ち運びにも安心ということで、これからもしかしたら出張の時もこっちを持っていくかもしれません。で結局じゃあかさばるじゃんっていう話にもなるんですけれど、トラックボールのマウスのいいところって先ほども言った通り腕を動かさずに親指だけでマウスを動かしていくので、結局可動域っていうものがあまりないので小スペースで済むんですね。なので、太ももの上で置いてこういうふうにもできますし、遠距離でですね椅子の上に置いてこうやってすることもできるというのは形になりますので、結局のところ小スペースにはなるのかなと思っています。でまたこのマウスのデザインがですね人間工学に基づいたものとなっておりますので、いわゆる人間の楽な姿勢としてそのマウスを手にするときに少し体勢が上に向く、姿勢が上に向くっていうことを目的としてですね作られているデザインになります。ですので手や腕にかかる負担っていうのが軽減されるので、腱鞘炎や肩こりに悩む人におすすめの商品ということでも人気の商品になっています。であとこのトラックボールに関してもですね、こういう形で取り外しができるので、簡単に言うとこれを除菌シートで拭いたりすると衛生面も保たれるので、安心かなと思っています。使いやすさっていうのは人それぞれかと思いますけど、僕自身は使ってみてかなり、満足した商品になっています。いろんなねマウスがあるかと思いますので、それぞれ電気屋さんとか、家電量販店さんとかで手に取ってみて実際持ってみると、使いやすさっていうのも分かると思いますので、今回ですねマウス何しようかなとか変えてみようかなとか、あとトラックボール実際試してみたいなとか、そしてパソコンの作業効率を上げたいなと、そして何より腱鞘炎とか肩こりを改善したい、そういう方々にですねよかったらこれおすすめだと思いますので、ぜひ使ってみてください。ということで、かなりねバーッといろんな情報を喋りましたけど、結果的にはですねやっぱり僕自身これ買ってよかったですし、こっちのねやっぱりマウスよりかはこちらのマウス、料金的には実はこっちの方が高いんですけれど、それでもですねやっぱりこのトラックボールのマウス、特にこのロジクールのデザインも含めてですね使い勝手がすごく良かったですし、実際1ヶ月弱使って通常の腕をこうやって振るマウスよりかも疲労的にはですね全然ないように感じます。トラックボール自体もすぐ慣れるかと思いますので、通常のパソコンの作業の効率アップですとか、あと疲れの改善をしたいという方にはおすすめです。というわけで今回僕が購入したワイヤレスマウス、ロジクールのマウス M575S の紹介でした。今回の動画一つでも参考になって、皆さんのパソコンの作業ですとか、あとは皆さんのパソコンでの疲れ、
そしてトラックボール試してみたいなという方にですね、参考になれば嬉しいです。今後僕の動画ではこういった形で少し生活を豊かにする情報ですとか、旅の情報というものをどんどん発信していきたいと思いますので、気になる方、あと今回の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタン、もしくはチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。